中央京南交差点。その名の通り、時川に架かる中央橋の南にある。岐阜県道69号と岸市停車場細野線との交点で、右側から来た県道421号はここから浅野交差点まで、県道69号との重複区間となる。坂町に交差点岐阜県道421号部並み、土木地線は、 岐阜県江那市竹浪町から道県時市を経由して、道県多治見市に至る一般県道。おおむね、江戸時代に栄えた旧下街道であり、下街道に沿って作られた国道19号が並行している。江那市竹浪町竹折の国道19号交点が起点。源流部の時川を渡り、JR 中央本線下り線の踏切を渡って、竹市並駅の南側で再び、 時川を渡る。中央線のガードをくぐり、右折して、西に進む。国道418号に接続し、右折してわずかに重複するが、中央線のガードをくぐるとすぐに左折して、西に向かう。その後二度時川を渡り、水波市に入ると、時川右岸沿いに進む。か戸駅の南側を通り、岐阜県道65号へ南武線に接続、重複して、 中央線のガードをくぐり、すぐに分かれて時川沿いに進む。かまど橋で時川を渡り、左岸に沿って進む。水波市の桜堂南交差点で、国道19号水波バイパスに合流し、重複する。水波市の小田交差点で、国道19号と分かれ、時川左岸を進む。和郷町交差点を左折すると、時市に入る。時市の浅野交差点から、 同市の中央を京南交差点岐阜県道69号、時市停車場細野線と重複する。時市役所前を通り、時市の新名交差点から、再び国道19号と重複して進み、新名峠を越える。田嶋市に入り、すぐの東町交差点で、国道19号と分かれる。時川沿いに進み、田嶋橋で時川を渡る。右岸に沿って進み、田嶋市街を通過する。 田地見市池田町五丁目の池田町交差点が終点である。江戸時代、中仙道大井塾から名古屋城下を結んだ街道で、伏見塾から名古屋城下に向かう城街道が正式ルートだったが、中仙道の大井塾から御嶽塾までが山中を通るため、比較的平坦な時川沿いの下街道が栄えた。厚生、国道十九号、中央本線。 中央自動車道などの幹線ルートは、この下街道ルートを採用しており、それらと岐阜県道421号部並み、時田地味線が何度も交差している。途中、時川を何度も渡る。ありがとうございます。